私の今の仕事は、サプライチェーンディレクターとして、サプライチェーンの関係のお仕事をしています。サプライチェーンといっても、あの、幅は広くありまして、あの、製品を製造のところから最終的にお客さんのところまで行く、この一連の流れをサプライチェーンと言いまして、その中で、まあ、 カスタマーサポートだったり、調達だったり、ロジスティックスだったり、分析だったり、いろんなことがあるんですけれども、これの一連をすべて、あの、見るという形でのお仕事を今はやっています。例えば夏休みとか冬休みとか、そういうお休みを通して、例えばボランティアのお仕事をするとか、そういうところを通しても、あの、いつも学校の中では見えないような人と出会ったり、 社会がどういうふうに動いているのかとか、そういうことをあの、勉強するいい機会になりますので、そういうチャンスがあったらぜひ活かしてもらいたいなとは思います。